車載用スピーカーとして使われることが多いユニペックス製 35W 保温スピーカーの音質を2つの条件で聞き比べてみます。最初が TOA 製 60W 車載アンプと付属の有線マイク。次がノブサウンド製アンプとファイファイン製有線マイクです。引き続いてラインアレイスピーカーの試作機とアンプ内蔵スピーカーの既製品の音質を聞き比べています。で、このラインアレイスピーカーですけれども、8つのユニットを縦に並べたものです。屋外試験を行ったところ TOA 製拡声器のボリューム4.5の1と同等の音量が5、60メートル離れたところで出ることを確認しています。音質チェック、音質チェック。これはユニペックス製 35W 保温スピーカーです。音質チェック、音質チェック。これはユニペックス製 35W 保温スピーカーです。音質チェック、音質チェック。これはラインアレイスピーカーの試作機です。音質チェック、音質チェック。これはアンプ内蔵スピーカーです。